ハゴイ飛行場。ハゴイ飛行場は、北マリアナ諸島テニアン島の北部にあり、アメリカ海兵隊が管理する飛行場である。ハゴイ飛行場という故障は、完成時の名称で、この他にも日本統治時代には、北飛行場、牛飛行場、牛飛行場とも呼称された。なお、現在の米軍内での名称は、ノースフィールド飛行場、である。2500メートル級の滑走路を4本持ち、 太平洋戦争末期には、広島、長崎に向けて、原爆搭載機が発信した飛行場である。1939年、昭和14年に、横浜刑務所から派遣され、赤星隊と名付けられた、日本人の囚人部隊1280名によって、建設された。完成時は1450メートルの長さの滑走路を持つ、南洋諸島最大の飛行場であった。 完成後、羽ゴ飛行場は日本海軍の管理下に置かれた。太平洋戦争開戦後、しばらくは軍用機の配備はなかったが、1944年、昭和19年2月19日、トラック島空襲に伴って第一航空艦隊に、属する761空、流部隊の96立航と一式立航40機が羽ゴ飛行場に進出した。 2月22日の米機動部隊による空襲の際、761空は米機動部隊に対して来撃を行ったが、戦火はなく22機が未帰還となり、さらに一式立候7機と96立候7機が地上で撃破された。翌2月23日にも米軍による飛行場に対する攻撃は続けられ、基地員約30名が戦死し、飛行場施設は破壊された。 この攻撃による米軍機の損害は6機だったが、日本軍の航空戦力は壊滅的な打撃を受けることとなった。その後、761空は内地で編成し直し、再び羽後飛行場に進出して、紹介任務に就いたが、3月30日、31日のパラオ大空襲に伴って、5月頃に本隊はパラオのペリリュー島に移動し、 ハゴイ飛行場には一部を残すのみとなった。6月11日から始まった米軍のマリアナ諸島侵攻の際には、新たに派遣された冷戦18機が迎撃に飛び立つも、ほとんどが未期間となった。761空も、6月13日午前3時に5機が敵艦対攻撃のために飛び立ったが、戦火はなく1機が伊洋島に、富士儀1機がテニアンの東海岸で、 無事に大破したほか、3機が行方不明になるという結果だった。この作戦が、羽子井飛行場における日本軍最後の作戦となった。1944年8月3日に、テニアンを占領した米軍は、海軍建設大隊の手によって飛行場を2日間で使用可能にし、さらに4本の8590フィート級の滑走路を建設した。その後、 ハゴイ飛行場はアメリカ陸軍航空軍の管理下に置かれた。米軍によってノースフィールドと改名されたハゴイ飛行場には B-29 戦略爆撃機が大量に配備され、1944年11月以降、グアム島のアンダーセン飛行場やサイパン島のアスリート飛行場、テニアン島のウエストフィールド飛行場と共に日本本土空襲を行う米軍の拠点の一つがあった。 1945年5月には、第509混成部隊がテニアンに進出した。進出後、原爆投下の訓練を開始した第509混成部隊は、1945年8月6日に、広島8月9日に、長崎への原子爆弾投下作戦を実行した。現在、羽生飛行場を含むテニアン島の北部3分の2にあたる土地は、 北マリアナ諸島政府からアメリカ海兵隊に貸し出されている。しかし、1947年3月30日以降、軍用機をはじめとする飛行機の配備や駐留部隊はなく、駐屯地としては使用されていない。そのため4本の滑走路の内南側の2本の滑走路は緑に覆われている。ハゴイ飛行場は演習場としては現在でも使用されていて、 ハゴイ飛行場を含むテニアン島北部では時折演習が行われており、その際には民間人の立ち入りは禁止となる。近年では沖縄に司令部を置く米海兵隊第三海兵遠衛星軍と当初防衛を主な任務にする陸上自衛隊西部方面普通科連隊の共同訓練が実施されていて、上陸用集艇やヘリコプターを使用した上陸演習が割れている。 演習の時を除いて、ハゴイ飛行場の敷地には自由に立ち入ることができる。テニアン島内に公共交通機関はないが、テニアン島内でレンタカーもしくはレンタバイクを借りるか、旅行会社主催のオプショナルツアーに申し込むことで、ハゴイ飛行場を訪れることができる。かつての滑走路には民間人も自由に立ち入ることができ、エノラゲー。 ボックスカーの核原爆搭載機の発信地点には、リトルボーイとハットマンの保管庫が現存し、保管庫内部には1945年8月当時の写真が展示されている。両保管庫の脇には米国によって建てられた原爆搭載記念碑があるが、碑文の内容は原爆投下を正当化したものとなっている。その他にも、飛行場付近には日本海軍の司令部や通信所。 発電所、弾薬庫、統治下などの建物が現存している。2010年1月にテニアン市長レーモンデラクルスは沖縄の普天間飛行場の移設先として、ハゴイ飛行場を含むテニアン島北部への受け入れを表明した。この案には日本国内でも社民党が支持を表明し、川内博議員ら一部の民主党議員も4月9日にテニアン島を視察している。 5月26日には、デラクルス市長が来日して、参議院議員会館と社民党本部で記者会見を行ったが、鳩山政権や米軍内での反対もあり、この後、具体的な進展はない。ただし、在沖縄海兵隊の訓練は定期的に行われている。井上正美、一式立候来撃機、ISBN4 億7698万2212。 X、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。